おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体機動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体機動で女型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。女型の巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ。絶対に逃がすんじゃねえ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。何してんだ。早く行かねえと女型に逃げられちまうぞ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。速を振りほどきやった。逃がさない。絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対に
ここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。あいつのせいで俺たちの仲間がたくさん死んじまったんだよな。あいつは紛れもなく人類の敵。逃がしてやる道理はない。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
開けられた。助けてくれ。無事でよかったわ。怪我はないか。早く避難しよう。走るんだ。100年の平和は突如出現した超大おい貴様。はっ。貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい、おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。何者だ。
そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。はっ！へい！まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い！何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。遅すぎるぞ。どこを散歩していたんだ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。
ずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。Yes!